マリナーズとの3連戦。全試合に登板することとなった徳地は見事に初戦を飾る。そして2戦目。今日も立ち上がりから絶好調、徳地東亜。マリナーズ3番トマス、ファーストゴロに倒れ、これで3アウト。徳地調子いいっすよ。小島さん、まだ気にしてるんすか？試合前に高見が言ってたこと。なんだと？見つけたんですよ、徳地の弱点。徳地の弱点？今日のゲーム、僕たちの目的は勝つことじゃありません。徳地を潰すことです。ただのハッタリじゃないですか。だが実際、昨日と違うオーダーの組み方をしてきている。見ろ、3番と5番以外は全て左打者だ。右投手には左打者が有利だっていう、ある意味セオリー通りじゃないですか。弱点が特殊にあるとすれば、多分スタミナのことだ。小島の読みは的中していた。この日のマリナーズは特殊のスタミナを消耗させる作戦に出たのである。2回表、高見は2ストライクまでは待ち、そしてファールで粘り、結局最後はファーストにゴロを転がす。高見以降のバッターも必要な粘りを見せた。球数を多く投げさせ、最後はファーストへ転がし、特殊をベースカバーに走らせた。左打者ばかり並べたのは確実にファーストへゴロを転がすためか。徳地が沖縄でやっていたワンアウトは走る必要がなかった。だがプロの野球はピッチャーもまた一野手、連続ダッシュの経験のない徳地がスタミナ的に耐えられるわけがない。両チーム無失点のまま迎えた8回、異変が起きる。え？徳地！徳地転倒！一体どうした？大丈夫か？徳地。心配すんね。徳地、大丈夫なようです。マウンドへ戻ります。しかし、徳地は後続を断ち、この回を切り抜けた。監督、控えのスタンバイは？いや、一応ここまできっちり抑えてるし。しかし必要ねえ、変える必要なんてねえよ。徳地、くそ、何としても1点取るんだ。徳地のためにも絶対勝つぞ。だがその後も両チームとも追加点は挙げられず、試合は延長へともつれ込む。ファルフライ打ったライト富岡、フェンスに激突。しかしボールは取っている。ファインプレー。特殊わかるか、これが野球だ。ワンアウトとの最大の違い、それは一人じゃないってことだ。監督、リカオンズ、バッターの交代をお知らせします。5番近藤に代わりまして小島、背番号9。待ってました、頼むぞ小島。小島です。オフに右肘を痛め、今シーズンここまで出場機会のなかった小島博道が出てまいりました。三原監督、やはりこの男に託すしかないのか。さあ、対するマリナーズもここで左のリリーフエース友坂を投入してきました。小島さん、あなたは間違いなく歴史に残る偉大なバッターだ。だが故障上がりのあなたは全然怖くない。抑えてみせますよ。打つ、絶対打つ。俺が終わらせ。打てねえな。何？
打てねえって、そんな肘じゃ。ど、特打ち？その肘で無理する必要あんのかよ。それともこの試合で引退するつもりか？引退？特地、小島さんはお前を助けるために無理を押してんじゃねえか。勝負の最中に助けるなんて甘っちょろい言葉使うな、タゴ。な、違和感は残ってるが、バッティングに影響はない。8、9割の力でどうにかできる相手じゃねえよ、友坂は。タイムかけろ。え、こんなに包帯を巻く必要は。いいんだよ、それで。一ついいことを教えてやろう。ん？初球はアウトローにストレートが来る。その球を狙うんだ。あんたに勝ち目があるとすればその一球だけだ。打てるか打てないかはあんた次第だが。タイムを終えて小島、右肘に包帯を巻いて出てきました。ちっ、なあ、なんで初球がアウトローと言い切れるんだ。包帯が白いからさ。フェンスの深い青に包帯の白はよく映える。わけわからん。これは小島、ベースに覆いかぶさる極端なクローズドスタンスだ。外角狙いか。ならこっちはインハイ、ストレート、フラッシングボール。友坂、小島に対し第1球。信じるぜ、特地。投げた。しまった、アウトロー。あ、入った、ホームラン。劇的サヨナラホームラン。リカオンズ、2夜連続のサヨナラ勝ち。わからねえ、なんで。こんな実験がある。射撃の命中に半径10センチの的を50発撃たせたところ、全弾命中させた。次にその的から1メートル離れた場所に何億円もするという壺を置いて同じように撃たせてみた。どうなったか。どうって、1メートル離れた壺なんか関係ないだろう。結果は壺の反対側へ平均7センチもずれてしまった。え、友坂にとっては小島の肘がその壺だったのさ。小島さんの右肘が。キャッチャーはインハイのストレートを要求したし、友坂もそこへ投げようとした。だが相手は球界を代表する打者。万が一怪我をした右肘にでもぶつけるようなことがあれば、それこそ小島は引退ってことになりかねない。自分の一球で名打者の選手生命を絶つなんて相当の恐怖。誰だって奥の壺は割りたくない。こいつ、暴言吐いたのも包帯を任せたのも全て友坂に心理的圧迫を与えるために。インコース攻めないよね。友坂は若さにつけ込まれての嫉妬か。ありゃ当分立ち直れねえな。それが勝負だろ。お前たちは勝負というものを勘違いしてる。勝負に勝つってのは力で相手を上回ることでも、ましてや幸運を待つことでもない。任すこと、蹴落とすこと、つまずいた奴を踏み潰すこと、勝ち残るってことは屍を越えることだ。美しいもんじゃない、むしろ残酷。それでも頂点に立ちたいなら、鬼になれ。この試合で特地東亜の暫定年俸7億3500万円。いやー、いい試合だった。はは、私もオーナーだ。チームの勝利は嬉しいさ。ところで徳志君、ワンナウツ契約追加条項、試合の重要度で契約レートを変更する、覚えているね。ああ、そこで明日の試合だが、20倍のレートでやってもらおうか。な、
で、それじゃ。オーナー、レート20倍ってことは1失点で10億じゃないですか。それがどうした。1失点10億。明日の試合、実に面白くなりそうだ。リカウンズ、ピッチャー徳地、背番号77。無茶です。徳地を潰す気ですか。だってやつの3連投はオーナーが大々的に宣伝しちゃったんだから仕方ないじゃん。見ろ、この疲れ切った表情。なんだ。なぜここまでしなければならないんですか。昨日までの試合で彼の才能はお分かりになったでしょう。もう徳地と争うような契約形態は考え直すべきです。他の選手同様の契約にしろと。彼がいればリカウンズは十分上位争いを、いやいや、2、3年先には優勝だって夢じゃない。そのためにはたとえ10億出したって。何がおかしいんですか。いや、君が 2、3年後の話なんてするからさ。で、それはどういう意味で。まあいい、知らない方がいいこともある。必要なのは今の利益、収益なんだよ。今シーズンの球団予想利益は50億です。無論小島人気による観客動員数を見込んでのものです。万年 B クラスでありながら全12球団中3番目の観客動員数を誇るリカウンズの人気を支えているのが小島博道というヒーローの存在である。ところが今年小島はシーズン序盤は出場できず、おかげで動員計画は大きく狂いました。おまけにあのワンアウト契約のため予定にもなかった特地への年俸がここまで7億。まあそれも昨日までのことだがな。結局この人の頭の中は金が全てなのか。ボール。珍しいですね、特地がボールを先行させるなんて。まずい、やつのピッチングの生命線、コントロールが全然甘い。打った。しかしこれはセカンド真正面。打った。ライト後方へ上がった打球、ライト富岡追いついた。これで2アウト。違う、いつもの特地じゃない。さあここで今日3番に入っている天才高見の登場です。話にならんな、俺が息の根を止めてやる。徳地、セットポジションから第1球を投げた。打った。これは大きい。打球が伸びる伸びる。レフト久留美沢見送った。ホームラン。徳地、ついにプロ入り47イニング目で初失点。よっしゃー、やったやったぞ。おい、今ので奴の年俸は。はい、ここまでアウト2つ、失点1、20倍レート計算で8億。昨日までの暫定年俸が7億3500万。よって特地マイナス6500万に転落。うわー。今までの稼ぎがパーだ。邪魔みよりき、汚い、汚すぎる。どうします、特地下ろしますか。ここで下ろせば我々の勝ちで終わりますよ。どうかしている、この人鬼だ。いや、続投だ。なんと、今日のヤスなら7、8、いや10失点はいくかもしれん。そうなればヤスのマイナスは70億。この試合で我々の勝ちを膨らませ、あとはシーズンいっぱい投げてもらう。やつは人気があるからな。頑張れ、独地。トーアは続くトマス、ブルックリンにも連打を浴びる。トマスホームインして2点目。独地、やはり3連投の疲れか。タイム。独地、たまらずタイム。交代か。お、独地やっとベンチから出てきました。特に何事もなかったようで、このまま続投ですね。テレビ見ながらマッサージを受けただけらしいぞ。さあ試合再開です。しかしその後も東亜のピンチは続く。ボールが先行しては打たれるという悪循環。
この回実に8連打の猛攻を浴びる。そして5失点煮え切らない。47イニングも無失点を続けた男を沈めたのに何か引っかかる。何か。なんだ今の笑いは。まるで罠にかかった獲物でも見るような。さらに特殊は打ち込まれ、3回までに14失点。いやー笑いが止まらんとはこういうことだな。おい、これでいくらになった。仮に残りの打者を全て打ち取ったとしても負けは105億です。これで奴は奴隷だな。これじゃバッティング練習だな。キャプテンくらい取っちまうぜ。まったくだな、もう疲れちまったよ。うわ、4割だ。変だ。 What? 何が変なんだい、ツーキー。特地はボールが先行してるにもかかわらず、ここまで一度もフォアボールを出してない。カウントを悪くした挙句ホーターマイタバを打たれる。今日の打たれパターンじゃないのか。違う、これだけ打たれまくっているからこそボール3でも甘いコースには投げられないはず。何かによ、まるでわざと打たせているような、何か作為の匂いが。徳地、今日の試合はもう降りろ。これじゃまるでステージアじゃねえかよ。どいつもこいつも本質が見えてねえバカばっかりだな。お？点を取られれば取られるほど負けが近づいてくると思い込んでやがる。当たり前じゃねえか。その思い込みが落とし穴なんだよ。勝負事ってのは一つところばかり見てると必ず足元を救われる。見ろよ連中、14点も取ってまるで勝ったかのように浮かれて気づいてない。足元のでけえ落とし穴に。特地は4回もまた連打を浴び、ノーアウト2、3塁のピンチを招いた。タイム。特地、今日3度目のタイムです。やはりおかしい。今のタイム、あいつ時計を見てから取ったぞ。まるで時間が来たからタイムをかけたみたいだ。インターバルを決めてマッサージを受けてるのかもしれんぞ。見たい番組でもあるんじゃないのか。気になる。まるで時間稼ぎ。あーシート、客が帰り始めてるぜ。無理もないさ、勝負は見えているし、本来なら試合も終わってる時間だ。時間？ん？ヘイ、どこへ行く、イツーキー。さすがに特地、限界か。いや、続投のようだ。ベンチから出てきました。しまった。マウンドに戻った徳地、やっと構えに入る。バッターは今日ここまで3安打の三河。徳地第1球、振れー、振るんだは、もう点なんか取らなくていい。この試合終わらせるんだ。高見、何興奮してんだ。警報です。警報？ここ一帯に大雨警報が出てるんだよ。え、わお、マジバカ。5回終わる前に雨なんか降ってみろ。降雨コールド、この試合は不成立になるんだ。あ、ノー。やつは知っていたんだ。だから徹底的に試合を引き延ばした。ボール先行も甘いコースの連打も全てやつの作戦。ようやく気づいたか。打って点を取って浮かれていい気になって、そうやっている間にお前らは確実にはまっていたんだよ、アリ地獄にな。お前たちに残された猶予はせいぜい1時間。この試合もう点の取り合いじゃねえ、この1時間の取り合いだ。